ハマアザミは、温帯の海岸に生育する、キクカアザミ属の多年草。根を食用にすることから、別名ハマゴボウとも呼ばれる。草丈は30から50センチメートル程度となる。根醤油の付け根から、中等し、茎醤油を持つ。茎醤油は五生で茎を抱くことは少ない。根醤油、茎醤油ともに異常に切り込み、厚くて光沢がある。縁には鋭いトゲが生え。 触ると痛む。牡蠣は7月から12月頃で、茎の先端に直径3センチメートル程度の登場果樹をつける。花は一般的に講子色で、環状花の付け根に4から7枚程度のツトを持つ。白い花をつけるものを、変種、白花浜あざみとすることもある。日本の千葉県以南以西、九州まで分布するが、鹿児島以南にはない。として海岸に生し、 時に、やや内陸で見かけることもある。砂地、砂歴地から草原を好む、海浜植物。浜アザミの根商葉。深くうじょうに切れ込み、葉囲に鋭い棘がある形態的には野アザミに近いが、葉の照りや厚み、棘の様子などで、はっきり区別できる。鹿児島県以南にはよく似たオイランアザミがある根は、ごぼうのように野菜として利用される。また葉は、山菜として、 食用とされ、茹でておひたし等に用いられる。本種は海浜植物であり、海岸の開発のため生育可能な海岸の減少と、共に個体数も減少しつつある。都道府県版レッドデータブック、ありがとうございます。